でしょ。
っと可愛いと思う。泳げるの？泳げないの？もちろんだよ。やった！じゃあ今度一緒に泳ぎに行こうよ。実はエンシェにもね、泳げるところがあるんだよ。一緒に行こう。他の子も誘っておくね。うわー、楽しみだな。じゃあ17日の夜にここで待ち合わせしよう。僕はそろそろ落ちるね。じゃあ、またね。Thank you.
ここにはいないのかな。おかしいわね。どこに行っちゃったのかしら。それ。
聞いたことあるよ。嘘だからあんまり人に言わない方がいいと思うよ。じゃあね。ついに来た。夏休みだ、夏休みだ。バカモン、これが落ち着いていられるか。ああ、眩しい太陽が、そして真夏の萌え萌えライフが俺を呼んでいるのだ。行くぞ、誠。光を越え、時を越え、夢あふれる萌えの世界へ。
士が実験中のシステム端末を各家庭に貸し出してるんだって。この端末が市のネットワークにつながってて、地震、雷、火事、盗難、強盗に宇宙人、どんな災害が来てもボタン一つで助けを呼べるんだって。すごいよね。きっとこのボタン